谷継徹は、中華民国、満州国の政治家。満州国で民政部大臣、交通部大臣などの要職を務めた。名は、カねンだが、字の継徹で知られる。日本に留学し、東京高等師範学校を卒業。帰国後は、満鉄の食卓となり、さらに、法典商事運送局長、本慶子ス,ステツ公式秘書などを歴任した。満州国建国後は、 国務院人事ところを調査課長、文教部嘱託、民政部刑務士が愛事件保安課長、安藤小教育長庁長,長を歴任している。1937年、満州国の気候改革とともに総務長次長に抜擢された。1940年10月、大阪で開催された、講和厚生大会に満州帝国代表として出席。百四十一年一月、 要人の大規模な世代交代に伴い民政部大臣となる。1942年9月、交通部大臣に移動した。谷次徹は日本語に精通しており、また、関東軍からの信任も扱った。谷は関東軍の司令部をしばしば訪問し、中国人の思想動向を報告していたとされる。満州国が滅亡すると、 谷継徹は、ソ連軍に逮捕され、シベリアに連行、収監された。1950年8月、中華人民共和国に引き渡され、武順先般管理所に収監される。後に特赦を受け、長春市図書館で勤務した。1977年、長春で病没。去年80、ありがとうございます。